はい、では行きましょう。ここではド・モアブルの定理について再確認していきます。こんな問題なんですね。次の式の値を求めようと、これ足すこれ i の6乗とか5乗とか大変そうですね。でここもね、やっぱりもういつも言ってる通り、こういう動画を見てね、自主的に勉強してる皆さんやったらね、必ずやり方をして練習すればできるようになると思います。なんでね、まず一緒にやり方を確認していきましょう。でまず、このド・モアブルの定理っていうのが何やったかっていうと、これはもう公式なんですね。コサインシータたすアイサインシータ、これを N 乗したらどうなるかっていうと、注目点はここなんですね。この変革のとこなんです。変革が N 倍になるよと、そういうことなんですね。つまり具体例で言うと、もしコサインシータたすアイサインシータを3乗したら、これは変革が3シータになるよと。ここが唯一のポイントなんですね。3乗やけど変革が3倍になるよと。で、なんでそんなことが言えんのっていうと、これはね、前回までの動画で勉強してきたこの極形式の掛け算を利用すればすぐ理解できることなんですね。で、これっていうのは多分ね、証明問題で出ることはないとは思うんですけれどもね、やっぱりこの数学力アップのためには理解しておいた方がいいと思うんでね、見ていきましょう。まず、この2乗を考えてみると、ね、コサインシータたすアイサインシータを2乗した場合どうなるかっていうと、2乗っていうのは同じもん2回かけるんやから、こういう風にね、同じもん2回かけるんですね。で、ここでこの極形式の掛け算を思い出してほしいんですけれども、これ、極形式の掛け算ってどうなりましたっけ？っていうと、これ、ね、極形式を掛け算したら変革がどうなるかっていうと、こことここは足し算になったんですね。こことここは足し算になったと。これはね、極形式の掛け算のとこで、詳しく説明してあるんでね、それがなんでやっていう人はそちらの動画を参考にしてください。ここではね、それを踏まえた上で話し進めています。つまり、ここね、シータプラスシータになんねんからどうなるかっていうと、コサイン2シータプラスアイサイン2シータになるんですね。で、ここでドーモアブルの定理をもう一度確認してみましょう。N 乗したら変革が N 倍になる。3乗したら変革は3倍になる。当然2乗したら変革は2倍になるんやけれども、やっぱりちゃんとこれ2倍になってますよね。じゃあ3乗はどう考えるかっていうと、3乗も同じです。で、3乗っていうことは、2乗かける1乗ですよね。コサインシータたすアイサインシータの2乗かける1乗やと。で、2乗っていうのはさっき求めた通り、ここですね。ここで求めた通りです。ね、コサイン2シータたすアイサイン2シータで出てるんで、ここの2乗のとこはこういう風に変更することができます。ここですね。この2乗のとこはこういう風に変更できると。ね、またこれの掛け算になる。そしたら極形式の掛け算っていうのは、これを全部足し算していったらいいんやから、また2シータ足しシータで3シータになるよと。ね。という感じでずっとやっていけば、4シータ、5シータ、6シータっていう風になっていくんですね。つまり、N 乗したら N シータ、N 倍になるよと。っていうことがわかるんですね。これを利用すれば、わざわざね、これの6乗とか5乗とかね、計算大変やなって思うかもしれないですけど、あ、そうかと。ド・モアブルの定理を使えば、この極形式の形にすれば、6乗は変革が6倍になるんですね。つまり、この12分の π を6倍したらいいと。これを知ってたらこれができるんですね。だから一瞬なんですね。12分の π の6倍っていうと、これは2分の π、90度ですね。90度っていうことは、コサイン90度は0。ね、サイン90度は1。なんで、i になる。っていうふうにわかるんですね。次2番も同様です。こういう時こそこのド・モアブルの定理の力が発揮されますよね。ルート3たす 3i の5乗、5乗、めんどくさって思うかもしれへんけど、そうかと。極形式の形にしてしまえば、ド・モアブルの定理より変革を5倍したらいいだけなんですね。だから極形式の形にしようと。ルート3プラス 3i なんでね、こいつ書いて。で、ここが、r になるんですね。ここが、ルートの3の2乗である9とルート3の2乗である3。つまりルート12ですね。だから2ルート3になるよと。ね、ここについてはもう極形式のところで何度もやった通りなんでね、わけわからんという人はそこの動画を見直してください。で、変革はここになるんですね。これは60度、つまり3分の π なんで、コサイン3分の π プラスアイサイン3分の π になると。ということは、これを5乗したら、こいつを5乗したことになるんで、ね、これの5乗だよと。で、もうね、大丈夫やと思いますけれども、AB の5乗っていうのは、A の5乗、B の5乗でしたよね。やから、これ、2ルート3の5乗かける、これの5乗っていう風になっています。そして、あとは2ルート3の5乗をしてあげたらいいと。ね。これも、まあ、ずっと2ルート3かけていってもいいですし、2ルート3の2乗はね、もう、12って分かってるんで、12かける12、
かける2ルート3、これで5乗したことになりますね。2乗2乗1乗なんで、そう考えると288ルート3というのはすぐわかると思います。そして後半ですね、この3分の π たす i 3分の π の5乗っていうことは、これ5倍してあげたらいいから3分の5倍に変革がなるんですね。ここまで OK でしょうか。であとは、この3分の5倍っていうのがね、何度かなとね、考えたらもう大丈夫ですよね。3分の 5π っていうことは、まあ、この辺ですね。この辺になると。っていうことは、コサインがね、2分の1。そしてサインはマイナス2分のルート3でわかる。ですね。あとはこれを展開したら、こういうふうな答えになるよと。っていうふうにして完成ですね。はい、ということでね、ここではモアブルの定理について勉強しました。どうでしょうか？理解できましたでしょうかね。まあ、ここはもうこの公式を知っておくだけですよね。N 乗したら、極形式の形で N 乗したら、変革は N 倍になるんだよ。3乗なら3倍、5乗なら5倍になるんだよ。っていうところやったですね。ただそれだけですね。だからね、もし、ちょっと理解できひんなっていうところがあったらね、お気軽に、いつでも遠慮なくご質問くださいませ。そしてね、理解できたよっていう人はね、類題見つけてね、自分でもノーヒントでできるようにしっかり練習しておきましょう。心より応援しております。